参道におられましたら、ちょっと道をお開けください。普通毎晩は建物の三方を囲まれ、囲まれた建物の中、壺庭にて行うということでありますので、軒とも言いますし、軒先の軒、そして一番ということでもあります。ただいまから連歩練り歩くと申しますが、連歩しずしずと国家安泰、五国豊穣などの記念しながら進んでまいっておるということであります。普通、マリニオは こういう地面で、土地と海と申しますか、地面で行うのが、蹴鞠がスポーツというのでしょうか、スポーツなんでしょうけれども、サッカーとかラグビーなんかでしたら、T シャツで半パンという非常にスポーツしやすいものを言うということになる、ユニフォームになっておりますけれども。